姫路獨協大学の母体である学校法人獨協学園は、西天音、桂太郎らがドイツを中心とした西欧文化を探求する目的でドイツ学協会を創立。文明開化の先端を開く人材を養成するために1883年ドイツ学協会学校を開校したことから始まりました。1964年には大学は学問を通じての人間形成の場であるという建学の精神のもと、埼玉県草加市に獨協大学を開学。1973年には医師や看護師を養成する獨協医科大学を開学し、1987年播磨地域唯一の総合大学となる姫路獨協大学を開学。ドイツ学協会学校開校から数えて実に130年という長い歴史と伝統を受け継いでいます。